皆さんこんにちは。黒メガネ黒の京阪神駅前探索。今日は阪急千里線の下新庄駅前に来ています。下新庄駅、こちらは大阪市の東淀川区に位置しています。駅前はこんな感じで非常に素朴な感じがしますけれども、ここは商店街とでも言うんでしょうかね。駅前商店街なんでしょうか。宝船の看板が非常に味があってよろしいかと思うのですけれども、あと喫茶軽食パーク、いいですね。でご覧のように高架化の工事がされている途中なんですね。2024年に高架化が始まるということなんですけれども、今はその準備段階。このような踏切ももうなくなってしまいます。でこのプラットフォームもいずれはまあなくなる運命にあります。それでは踏切を渡って向こう側の方ちょっと歩いて行ってみたいと思うんですけれども、まあ、工事中ということもあってか、駅前にはそんなに商店といいますかあまり店がないようなんですけれども、まあ、これも工事が終われば、まあ、町自体が変わってくることでしょう。今の時点ではもう工事が大規模に進んでいますので、非常に殺風景な印象すら感じます。でこちらが駅になりますね。まあ仮設の駅とでも言った方がいいんでしょうか。プレハブ作りの下新庄駅、これが立派な駅に生まれ変わります。でこのように2階部分に改札で、3階部分が列車が通るホームになります。でこれが下新庄小学校、名門ですね。ちょっと分かりませんけれども名門かどうなのかは。でこの正面に見えてますこの高架、こちらの方が東海道新幹線になります。でこの阪急千里線の高架はこの東海道新幹線の上を行くということですので、25メートルもの高さの、まあ、高架になるというようです。非常に高いところを走るので電車からの車窓は非常にまあ眺めがいいものでしょう。今ちょうど新幹線を走ってますけれども、でこちらの方新大阪の近くですので、まあ、新幹線は徐行運転です。ただ徐行運転であれだけのスピードとはさすが新幹線速いですね。下町スタイル、こういうのが残っててくれればいいんですけどもね。こういう、まあ、味のある住宅なんかもどうなることなんでしょうか。立ち退きを迫られているんでしょうか。もっとも今の時点で立ち退きを迫ったところでもう遅いですけれども、なんか若者が溜まってますけれども、あっちの方に行くとちょっとややこしいのでこちらの方に行ってみますけれども、この辺も工事してますよね。非常に高架が高いです。先ほども言いましたように東海道新幹線の上を行くので高い位置に位置しているみたいです。でこの踏切ももう見納めです。まあ、見納めといってもあと3年か4年ぐらいはまあ残ってるんでしょうけれども、こちらの変わりゆく下新庄の風景もじっくりと動画に残しておきましょう。
数年後にはもう見ることのない風景です。ちょうどここで一周回ってきたような形になりますね。この先がスタートした地点です。一応この駅前のところには店がポツポツとあるんですけれども、まあやっぱりちょっと商店街というようなほどではありません。高架ができるとその高架下に商店とかができるのでしょうか。そのあたりは不明ですけれども、もっともまあ綺麗になって賑やかになればいいんですけれども、下新城、上新城の高架下なんか非常に充実していますけれどもね。なんかデパートみたいなのが入ったりとか、専門店街があったりとか、飲食店街があったりとか、まあこちらもそのようになるんでしょうか。ちょっと先ほどの道を戻っていきます。もう見ることのない風景ですので、じっくりと動画に収めておきます。それにしてもこの工事の進捗状況を見ると、本当に3年か4年でできるのかどうかっていうのがちょっと疑問ですけれどもね、うん、こちらの上を通ってますのが東海道新幹線。特に見どころがないので、ちょっともう困ってしまってますけれども、こちらに、まあ、昔ながらの銭湯がありました。新城温泉って言うんですね。こんなぐらいしかちょっと見せ場がこの駅前にはないような感じがしました。でもまああるだけマシですね。さあ続いていきましょう。ここで、おお、何ですかこれは。かなりレトロな車です。近くでも撮影できました。これが撮影できただけでも下新城に来た意味がありました。なかなかお目にかかれない、いわゆる旧車ってやつです。すごいですね。この新幹線の高架の下にこんなジャングルが、そしてこんなところで家庭菜園してますけれども、これいいんでしょうか。なんかすごいですけれども、こんなところで勝手にこんなの植えていいのかどうかちょっと分かりませんけれども、多分ダメでしょう。もう9月なんですけれども、非常にまだ暑い日でした。ここで阪急の特別列車雅楽に遭遇しました。非常に運がいいです。以上、下新城駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。